悠久の時の中、火、水、風、土の四大クリスタルは光り輝き、世界中を照らし続けていた。始まりは火のクリスタルだった。ついで、土のクリスタルまでもが急速に減衰し、火山は荒れ狂い、いくつもの大陸は海に沈んだ。これを大崩壊という。私の名前はリンネ。クリスタルの精霊としてこの古代書庫でずっと待ち続けていたわ。あなたが来るのを。